術というものが柔道の以前に、いわゆる戦国時代からの柔術というのはあったわけなんですが、これは柔道に加納治五郎先生が切り替えて柔道という形のものに普及してきましたので、古来の柔術はもう本当の古武道という形で各先生方が柔術を、大切に守っておられるんですが、1988年以前にすでにヨーロッパ、イタリー、デンマークを中心に柔術というものがヨーロッパでスポーツ化されたものができましたので、もう彼らはどんどんそのいわゆるそのスポーツ化され、ルールをしっかりと作り、1988年にすでにガイセフとそれからそのワールドゲームに加盟して、どんどん世界はそのいわゆるオリンピックに向けての準備体制に入っておったわけです。でちょうど来年2001年に秋田でその日本で初めてのワールドゲーム、いわゆるオリンピックの明くる年にオリンピックに参加しない次の団体ですね、それがその2001年に大きく秋田でワールドゲームがその展開されると。でそれに世界の柔術がいわゆるそのトップクラスが全部日本へやってきて、その世界選手権をやるということですので、日本人としては非常にその日本で柔術ができてない、柔術連盟ができてない、選手が育たないということは、日本人と日本がそのホスト国でありながら柔術が出れないということは、これは大きなその何て言うか恥でもありますし、そこで徹底的に空手と柔道と、そしてその他の格闘技をミックスしたそのスポーツですね、そういうものをさらに研究しなければいけないということで、この2年間、研究に研究を重ねた結果ですね、ようやく全日本柔術競技連盟というものが正式に発足され、ワールドゲームにも公認されました。でこれからはその2001年に向けて、今年1年ですね、死に物狂いで、強化練習をして、2001年の秋田のワールドゲームには日本がいわゆるホスト国として恥ずかしくない成績を収めようと思って、今現在、みんな頑張っております。